サシハラのサシハラスメントがあまりにやばいのよ、ヘライデ。うん。松本人志の中華街疑惑で女性を擁護する発言をし、炎上しちゃった。ファンともイチャコラする無類のファンタジスタ、サシハラリノ31歳が10年前に後輩メンバーとの強烈なスキンシップ、その名もサシハラスメントが大炎上している。ご覧あれ。告発サシハラスメント、サシハラの行き過ぎたスキンシップが発覚。口と口でチューすんねんな、ほんで。しますよ。はい、立ってた。嫌がって。アウト。そう、今やプロデューサーであり、アイドルとは言えない芸能界の重鎮。指原様が、こげな年派もよかぬ、めんこいおどめ、13歳の、ファーストセップンを、いただくとは、けしからんと。松本信者、並びに、多くのネット民から、大批判。しかし、10年前の感覚では、女子と女子がふざけ合ってるように見えるし、実際私もそう見える。今でもよ、騒ぎすぎじゃね？って思ってたけど、これはあかんって動画が、またもや発見された。活目せよ。さあ、まだまだありますよ。毎回、指原が胸を触って、チェックしていく。あーします、成長見たくて。もうこれジャニーズとかのレベルあらへんで。だってサッシーなんて中身おっさんだから。残念、秋元康の方がもっとヤバいギリ。でまあここまで松本問題とジャニーズ問題とセンシティブな世の中、他の芸能事務所もこのことについて騒ぎ始めているのはサッシーがつく。あらあらハラハラ、ハラハラサシハラ、言うとりますけども。しかし、サッシーがなぜに、ここまで叩かれるのか。その理由が、2ヶ月前のワイドナショーで、松本人志問題について、女性がついていったのが悪いんじゃないか、という話が、ネットで出ているじゃないですか。それがそもそも、一種のセカンドウェイプじゃんじゃないのか。そういうのがなくなればいいと、女性を全面擁護してたもんだから、このサッシハラスメントこそ、チェーカ街だと、SNS でこの動画が拡散され、炎上。ただね、この動画は、HKT48 のお出かけっていう、マイナーなアイドル盛り上げるための番組、なんとかスタッフらが刺激的な映像を作りたかったのだと私は思うんだよね。ただ秋元康の歌詞とかプロデュースって下品じゃん。いや下品極まりない。だからそのしっぺ返しが来たんじゃね、ザマーって私が内心持ってるもなく、やっぱり当時を知る関係者曰く演出であってサッシー自ら提案したわけではないとのことね。今サシハラを叩く燃料が欲しいわけよ。好き嫌い .com ではサシハラの嫌いは 75% と結構嫌われてて、そういう人が燃えると早いのよね。まあ、そういうのがあればズアニーズの過去のスキンシップ動画も出てくるし、言うてもキスのスキンシップとかないから、ここ日本言うてな。そしてネット民は指原さんの異常なスキンシップに反撃する子もいたみたいですね。ちゃんと言い返せる子はいいけど、まだ子供だし言い返せない子は辛いだろうななどと。確かに大先輩からのこれは怖いし、怖いよ。しかし我思うのはテレビが刺激的になりすぎたんだよ。なんだよ AKB だの、セーラー服を脱がさないだの、下品下品下品ベース。ああ、まあそんな感じで自ら黒歴史を残すヘラちゃんでした。よかった。チャンネル登録よろしくねー。